財団法人日本外交安全協会、財団法人日本航空協会、日本プラモデル工業会、市場化模型業界協同組合、それから日本模型工連盟、マイクモーター株式会社、次にご紹介させていただくのは、ついに先日発売となりました、2206でございます。多くの皆さん、それから企業の方にご協力いただきまして、このような結構クロスを全国で年間30カ所を主に商品で開催しておりますので、もし皆さんの近くの小学校で開催できるようになりましたら、財団法人日本航空協会のウェブサイトに詳しく載っておりますので、年間30カ所になりますけれども、まだまだ飛ばしやすくなっております。ぜひウェブサイトをご覧いただいて、こちらの2206は今回的なこの競技を非常に国名を作るということを楽しみにしておりますので、制作の非常に簡単でこの中ではテレセットで販売されておりまして、充電器やバッテリー、それからしばらく今朝鮮ライトが入っておりますので、朝鮮ライトの方から入っておりま す, ります。それから今日は秋の休学に時計のベテランの方も50年以上の経歴の方という方も多くおりますので、それから今は時計国連盟の理事長されておりますこのベル206は申し上げましたが、非常に安全性が高い英国なんですので、ご覧のような学校に問われるのも平日の日本社会と世界チャンピオンなので、室内でも気軽に開いていただければと思います。これまで販売禁止になっております。そして各国の方、各地でさらに様々に国際人の反応練習が楽しみます。初心者の方でも比較的世界チャンピオンが指導されますので、ぜひこれからもヘリコプターを運用されていらっしゃる方もお試しいただきたいヘリコプターと、なかなかこの狭いエリアで旋回させながらフライトするのはちょっと難しい、下が巻きすぎて外に出てしまう。